こんにちは、高橋です。皆さんお元気でしょうか？おかげさまで私も元気です。今日はね、今冒頭に弾いたヒロマーチの中でも特徴的なこうストロークの奏法、ロングストロークの解説をします。どんな奏法かっていうこととね、実際の弾き方とすごく詳しい練習方法を解説します。この奏法はですね、世界のウクレレフェスティバル、タイなんかでこう演奏した時、こう演奏した終わった後、そこの国のね、パフォーマーさんたちとかね、プロの演奏家みんな集まってきて、どうやってやるのか見せてくれと言われたりとかね。その解説少しするとですね、たくさんですね、一回のストローク、腕の動きというか、一回の下がって上がるまでの間に、普通は1個とかですね、上がるときにもう一個とか、親指入れて3つとかですね、1、2、3とかの代わりにですね、5本の指を使うんで、ダウンだけに関して言うと普通は1だし2でもいいかなっていうぐらいのとこ、5はいくけども、4本の弦をこれ一遍にじゃなくてバラバラにやっていくんで、最高20個ですね、20回音が出るよという奏法だけど、これ5本毎回使ってるわけじゃなくて、4本だったり3本だったりすることで、結局1から20までのさまざまなボリューム感を出すことができるんで、で1拍とかね、2拍とか3拍とか、決まった中に1拍に1個なのか、1拍で20個なのか、それとも2拍で1拍1個とかだったら、すごい空間にね、こうなんていうんですか、広がりがあるけど、一瞬のうち20個だったらすごい密度になりますね。これをね、さっきの冒頭のヒロマーチでもぐーってこう圧縮したり伸ばしたりして、聴いてる人のね、時間感覚を揺らしてあげるような、これプロの技なんですけども、そういう効果があったりしますね。森先生にやっぱりヒロマーチとか12番街のラグでやりながら教わった技術ですけど、森先生の中での分類では、この散らばらないっていうかね、このまままとまって降りていく、これをハワイアンロールとスパニッシュロールって教わって、散らばる方とこうまとまって降りていく方で、僕らが使うのはまとまっていく方法を使いますと。なぜならばですね、これ最後の親指が1弦とか、メロディーの弦に来た時にこうメロディーを最後入れられるんですね。だからさっきのヒロマーチは飾りがいっぱい、ここまで飾りだけ最後メロディーを弾いてるんで、メロディーが聞こえてくるっていうね、そういう効果が出せる。でなので、親指を抜いてあげたら、飾りの効果っていうこともできるんで、いろいろね、それバリエーションは出せるんですが、これに対してですね、ラスゲアードっていうんですかね、こういうのもちょっとチューニングは今ね、交流会に向けて、演奏に向けて弦張り直したんであれだな、こういうこっちがスパニッシュなのかなって気がしますけどね、ロールロールロールストロークっていう時に、こう散らない方をね使ってますね。だけどその、マラゲーナなんか僕が弾く時は、これはやっぱり親指はここに残ってるので全部装飾だから、こっちはチルロールだと思いますけどね。さてで、やり方のね、詳しい説明しますけど、ストロークもピッキングもなんですけど、基本はやっぱり撫でるんですね。撫で下げ撫で上げっていうのが出てきます。これね、今回撫でだけを詳しくは説明しないんで、これね、概要欄に過去の動画をリンクしておきます。その撫でるっていうのが基本にあった上で、あらゆるストローク、あらゆるピッキングをやる方が綺麗な音でね、うまくなりますのでね、そこにおいて、じゃあロールストロークどうやっていくかっていうと、小指、薬指、中指、人差し指、親指を全部の弦に、最大ね、鳴らしていくんですけども、これはですね、そうだな、こっから行くと、こっちですね、まずこのドアノブの動きで親指が上に向くように外にこう
して、でこう手首をこっちに、こっちですね、自分側に折ります。そうすると小指がですね、小指がその手首を自分側、そしてドアノブでまあ仰ぐように持っていって、指をこう伸ばすと爪がね下向き、弦の正面に対していくんで、でこれも手首の回転少しありますけど、先に指で撫でて撫でて撫でて、最後親指かぶせていく。だ常に爪はこの4弦側から、上側から下側に向いてます。これは単一のね人差し指のストロークの時も同じ、これはまあ人差し指の時ですね、撫で下げてる。まあ親指だけはこの爪じゃなくてね、 腹がくる。これがですね、まあロールストロークのスローでやった時のやり方なんですけど、この最初の形が決まらないとなんかよくわからないですね。なんかゴリ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 とかなっちゃって、腕でやってるわけでも手首でやってるわけでも指でやってるわけでもというか、腕だけでやったらおそらくできないですね。これいっちゃったらまあならないですね、下まで振っちゃったら。これほとんど指で、その次手首が回って最後はこう肘も使ってるっていう感じで、まあ撫でるなので、指で薬指、中指、人差し指、親指で、まあ、親指なんかはそうです、指の各指が変わるに合わせてじっくりドアノブが回っていくっていうことと、あとねこれ一瞬の間にたくさん詰め込むときは腕スパンって振っちゃったらもう一気に終わっちゃうんで、これ伸ばしたり縮めたりするために、実はこの肘をこう浮かしてくることで時間をゆっくりにしてっていうね、これらの組み合わせでできています。で、まあ、何度も何度もねレッスンで解説してもすぐ忘れちゃうのは、この手首を内側に入れて仰ぐ、ドアノブを親指こう上に回す、外側に回す。こっからスタートすると綺麗に爪がね弦に当たって、結局ゆっくりできたことは素早くできるので、これを早くやってるだけなんですが、ゆっくりまずはやり方をね知らないと、いきなりそうじゃらんとかってできないんでね、結局これなんですね。まあもう一回やりますけども、この手首をこっちが内側に寄って、でドアノブ外曲げると、自然に爪側がねこの正面向くようになるんで、ちょっと今手首回ってますけどね、で肘が一緒にこの辺でまあ立ち上がってくる、こういう微妙な組み合わせで、まあ肘は最初なくてもいいですね。だからまあ指がこう回ってっていうかね、正面を向いて一個一個当たっていくことで、これいきなりやったら結構難しいんで、その手前としてはまあこれ4つを並べます。親指はまあちょっと別口なんで、これ手首の回り方でこうついてくるんで、4つこう並べて正面に向けてですね、指だけで押す、まあ押すでいいか、まあ撫でるですね。これ腕とか動かさずに指だけで4321弦って綺麗に音が出るように練習、これ練習方法で、小指が十分できてきた薬指撫でる、爪は正面から弦に当たってですね、で中指撫でる、一本ずつ綺麗になれるようにね練習すると粒が揃ってきます。これなんかいっぺんじゃらってやるとコントロールできているようでできてないので、ゆっくり練習するといい。そして人差し指とか中指はね割とよく使ってるんで、そんなに苦もなく音が出ますけど、最初小指とか音があんまりなんかペッチペチとかって出ないかもしれないですね。出るように練習、指だけで出るようにしといて、まあ、構えて一本ずつ今度開いていくっていうかね、指で撫でる練習、一本ずつ小指が最後までいったら薬指スタートして、薬指できたら中指開いていく、中指できた人差し指で最後親指、これはまあ腕っていうかですね。でこれが一本ずつしっかり4つの弦が鳴らせる、撫でられるようになって、
まあ、一個一個音が出るっていう上で、今度は小指、薬指、中指、人差し指、親指って順番にやれるようになって、まあ、最後このそれをうまく当たるような手首を内側、そしてドアノブ上に回して、でこれをつなげていくっていうことでね、全部完成していきます。はい、まあこの1回の説明でね、完璧にマスターしようと思ったら非常に難しいので、まあ、ちょっとトライしてみたりとか、まずはこれどういう奏法っていうのをね、説明が理解できただけでも、すごく勉強になると思います。で、まあ、生徒さんたちでロールストロークもう1回確認っていう方はね、これ見たら思い出して、なんかこの手首ができてなかったなとかで、まあ、それぞれの、ね、レベルで参考になるように今日お話ししました。でこれ1回でね、この本当にこれがマスターできるっていうには非常に難しい高度な技術なので、何か一つでもね、こう分かったとかね、新しく参考になった、面白かったっていうことが一つでもあれば十分です。よくね、動画とかで1個でもうこれマスターするとかっていう感じでいくと非常にきついんですね。実際アイデアが頭に入っても、今度はそれを咀嚼して理解して、実際こう試行錯誤して時間をかけながら、本当は技術って身についていくので、動画見ただけでね、すぐそれが情報と体でやる実際の活動っていうのはね、イコールではないよね。情報が入った後、それをこう身につけていく時間かかるんでね、そこはそれで、理解してやっていけば身についていくと思いますし、プラスにしていけると思います。というわけで最後お知らせですね。6月2日に埼玉の、蓮田裏庭キャンプ場でね、ウクレレ好きな仲間の交流会やります。これはもう本当に YouTube 2週間前に登録しました、偶然見つけましたっていう方もね、エントリーしてくださってますし、ウクレレ持ってない方も大丈夫です。弾けませんっていうのは大丈夫、もうその演奏を競う会議では全くなくて、それぞれ の、まあ、ウクレレのねベテランの人も来ます。その内容を持って、まあ、お話ししたり、ね、楽しくね、もう弾く時間もありますし、まあ、交流がメインなので、ぜひねご覧のあなたもね、私はちょっととかっていう、気持ちがね日本人の方多いんですが、ちょっと行ってみたいと思ったら、これは本当にね一期一会なので、ぜひ来てみてください。休みがついにここが休めました、行きますっていう感じで、その2週間前の、ね、方はねエントリーしてくれて、やっぱそのこの一瞬を逃すと出会えない関係もあったりするかもしれないですし、まあ、ここで会った人と生涯の友人になれるかもしれない、別にならなくてもいいわけですけどね、そのか行動をするからいろんな経験が生まれてくれても、まあ、これはほとんどそうなので、家でこうスマホを見てるだけでは、まあ、情報までですよね。そう、情報をその実際の技術とかね、力とか自分のすごい豊かさにしていくのは全て行動、楽器と一緒なんで、どうしようかなと思ったらぜひね、この概要欄のリンクを見て、詳細見て、行ってみようかなって感じになったらね、幸いです。はい、じゃあ今日のねこんな動画の内容が面白いなと思ったら、いいねボタンで教えてください。教えていただいた方が嬉しいこう思ってても、いいねと思っていただけて嬉しいんですが、こう押してこうカウントアップされると、それはそれでね、分かりやすいんでね、よろしくお願いします。そして、読者じゃないな読者じゃない、登録ですね、チャンネル登録もしていただけるとすごく嬉しいです。1万登録チャレンジ中なんでね、これが達成されたらまたライブやるんでね、そう一緒に盛り上がっていきましょう。はい、ではありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。また見てね。ありがとう。